他人いい人くんが、あの、俺サイコパスじゃなくてソシオパスじゃねみたいなこと言い出して、えー、ソシオパスってあの、いわゆる衝動的な暴力とか、まあ、あの、いわゆる、えー、道徳感の欠如とか、えー、常習的に嘘をついて、自分の立ち位置を有利にしようとしているように見えて、実はね、あれ何も考えてなくてめちゃくちゃやってるだけっていう。だから、他人いい人くん、 ソシオパスっていうのは君じゃないよ。君の弟とお父様だよ。みたいな話になって。で、サイコパスってのは何なのかって、先天性で、まあ、あの、なんだろう、脳みそがもう壊れて生まれてきてるみたいな。えー、感性とか感情がね、普通の人ではない。まあ、ある意味ね、虫とか動物に近いっていうのがサイコパスで。冷淡で無慈悲、感情が欠如、口出され、家事上主義、みたいな。まあ、俺とは程遠いやつだよね。俺っていい人だし、思いやりがあるし。 えー、人に優しい。もういいや、それ。えーと。で、それをしてたら、あの、ダークトライアドっていうのを調べたして、で、それで、あの、テストが見つかったから、ちょっとみんなでやってみて遊んでみましたと。えー、まず、ダークトライアドっていうのはね、この、ナルシシズム、マキャベリズム、サイコパーシーの3つがどれぐらい、あの、あるかっていうので、で、それで、あの、まあ、簡単に説明しておくと、ナルシシズムわかるよね。自己愛性、エゴイズム。 で、マキャベリズムはシニカル説法がなく、まあ、これは一番わかりやすいのはね、他者操作。他人を利用してどうこうしようとする人間。まあ、あろくなやつじゃないよね、そんなやつは。自分でなんとかしろと。で、最後、サイコパーシーが、まあ、いわゆる共感性の欠如で、ここの部分でね、あの、ソシオパースとサイコパス両方入ってくるパターンがあるらしくて、レベルの低い、えー、っとサイコパーシーがソシオパースで、レベルの高いサイコパーシーがサイコパスとか書いてあったかな。 でテストをやってみたらまあ,あの K さんっていうのがゆっくり積極財政さんのところの人でこの人があのマキャベリズムが強いと出てまあそりゃそうなんだよねあの積極財政とかね MMT とか訴えてる人っていうのは 政府が何とかしなさい自分の力で何とかするもんじゃないみたいな感じだからまあマキャベリズムが強くなりがちででイさんっていうのはあれでしょえー、っとゆっくり使ってるからなるほど自分がこう自分が自分がっいうタイプじゃないと。 でサイコパシーが強いっつったってこれ MMT とかねある程度大人になってくるとね共感っていうのがねあの人は人俺は俺って感じになってくるからまあ年を取ってくればねサイコパシーっていうのは上がってくるもんだからこの程度じゃないのかなってことでまあ MMT とか政治学とか経済学とかかじってる人だったらこれぐらいはまあ通常じゃないのかなっていう数字が出ましたねっていう。で他人いい人くんねやっぱりサイコパスじゃんっていう。 <laughs> うん、でマキャベリズムも強いから何なんだお前ってね人を利用としようとしてなおかつ共感性が欠如しててお前人じゃねえだろみたいなねでナルシシズムがね極端に低いのはこれはねあの親とかにね兄弟とかにバカバカ言われながら育ってるからまあ、自己評価がねもうとんでもなく低いってことで,で最後俺が、えー、見てみると。 えーっと、マキャベリズムが、マキャベリアニズムが強いのは、もうこれはね、わかってる。うん。俺、昔からね、あのー、人を利用してなんとかするっていうタイプで、子供の頃から言われてた。この子は あの人の上に立って指示を出すタイプの人間だって、うん、で一歩引いてでずっとニヤニヤしながら眺めててですぐ飽きて他のもの者に手を出すのもそうだしまあ冷淡というかね あの人をね、落とし入れても仕方ないって思ってる。だって、そうしないと勝てない時ってあるでしょっていう。だから自分がね、負けるぐらいだったら、他人を負かすために落とし入れるのは当たり前みたいな。そういった部分でね、他者操作っていうのも入ってくるし、他人を使うのはね、もっとうまいから、俺は。うん、だからマキャビリアニズムがね、高くなるのは仕方ないんじゃないですかねっていう、子供の頃からそうですからっていう。 で俺がちょっと意外だったのがねサイコパシーがね高いのがいや俺ねあの前も言ったと思うんだけど誰よりも人の心が読めるんだよね人の心がわかるし人の心の痛みがわかるんだよねっていうでそうした上でね他人をね破滅に向かうように共感しながら誘導していくっていうのが得意ででそして破滅に向かわせて俺がケラケラ笑いながらそれ眺めてて だからね、決して共感性が欠如しているわけでもないし、冷淡で無慈悲じゃないんだよ。俺の心は感情が豊かに動いているわけで。だって笑ってんだよ。楽しそうに。人が失敗するのを見て。だからね、サイコパスって言われても、なんか侵害なんだよねっていう。で、ソシオパスっていうのはね、もうこれほど遠い。うん。 だって俺法律はね重視してるもん。法律というものを重視して国家権力でもって人を殴りつけるようなタイプだか,だからだからサイコパス、ソシオパスって言われてもなんか違うんじゃねとか思うんだけどね結果至上主義っていうのはまあ間違いではない。で口達者かって言われて俺は口下手だよねっていう。口下手でね俺のねあの素直な気持ちをね人に伝えるのっていうのは苦手なもんだから。 まあどうしてもねうーん言葉足らずになって誤解させてしまうところがありますよねっていうまあということでね俺が好きな漫画は「鬼滅の刃」なんで「鬼滅の刃」にどっぷりね感情移入して感動しながら読むのが好きなんですよっていうそういう人間にサイコパシーっていうのはおかしな話でねっていうじゃ最後に「ナルシシズムのところがちょっと高い数値出てません?」って話でこれはね言い訳させてほしい。 あのー、仕事ができる仕事で実績を積み重ねてきているで他にもね YouTube やりながらいろんなことを勉強していろんなことを理解してで普通の人の能力はこれぐらいで普通の人の見識はこれぐらいでっていうのが分かった上で自分っていうのがどれぐらいのレベルにあるかっていうのが分かってるからど、あのー、普通の人だとこれね50%どころか多分ね90%。 パーはいいいかかなななにしても85ぐらいいくんじゃないのかなナルシシズム普通の人だったらそんなところでね俺50%でとどまってるってことは相当謙虚な証拠だと思いますよこれってうん俺は50%程度のナルシシズムしかうんないつまり、えー、普通の人が通常人がこれ多分43%ぐらいでしょ 7%しか上回ってないんだよよ普通の人より、うん、だから俺ってやっぱり謙虚なんだなって思ってねこのダークトライアドテストっていうのをちょっとあのコメント欄じゃなくて概要欄かどこかに貼り付けておくんで皆さんもやってみてどういう結果になったかっていうのをコメント欄かとかで、えー、書いてくれると面白いのでちょっとやってみてくださいという。俺はね、えー、とマキャベリアニズムに関しては認める。でも 他の部分に関してはちょっとね、違うんじゃないのかなっていうところで、えー、失礼します。じゃあ失礼しますと。